今日は岩と愛の運動会。イエーイ。イエーイ。イエーイ。で今から長男と次男の保育園の予行練習でお弁当作ってきます。もう作るの？うん、作る。いやもう作っていい？うん、いいよ。今から3人で作っていきます。イエーイ。基本冷凍庫とか冷蔵庫は作り置きしてます。これがベーコンとアスパラ巻き。タコちゃんのウインナーもなくなってきたよ。娘が今起きてきたからお弁当作りたいって言ってるので寝かします。よいしょ。ウインナー焼くんやろ。うん、うん、こっちやってママその間に卵焼くから。はい、まあ、どっちに焼けばいい。こっちでかい方。でかい。うん、油も入れてあるから。何個？全部やってもらって、火つけて、もう時間ないから。翔太のお弁当作らなあかんしな。卵もさ、捨てなあかんしさ。ちょっと待って、卵。愛ちゃん、卵ほんじゃ割っといてくれる？卵割れる？割れる。卵ほんじゃ4つやってくれる？火つけた？つけた。つけた。本日の卵よく使っていてる。ここに4つ、まだ火つけてないから、4つ、はい、1、2、3。なんかこれと、あー卵割れた中で最悪。もう慌てるとあかんな。甘くなことないな。よいしょ。もう一人でやった方が早いんやけど、やりたいん、うん、よいしょよいしょ。まあいいわ。あ、ほんでもうここやって、今ここは、はい、はい、取ってんで今。ね、ウインナー転がしてな。ちょっと置いて、うん、ゴミ箱走って、でお箸で混ぜて、手伝いたいんやったらお箸で混ぜて。もはよう、うん、どっちやんの。どっちかにして、ウインナーか。塩コショウを入れるやろ。塩コショウで、塩コショウ入れて、水で、水とこれにしよう。卵焼きの中にお水と、この片栗粉、粉やねんけど、ダマダマにならへんやんか。んでこれを入れます。塩コショウと、よいしょ、入れるよ、うん、よし。ほんで水入れるわ。お水を入れます。だしの素も入れます。よいしょ。みんな焦げるで。もうだからどっちかにしてって言ったやん。もう作りたいんいいけどさ、どっちかにして。ほんまにどっちも、こっちって言ったやんな、やりたいって。どっちがやりたいの。愛ちゃんに頼んだやんか。余計大変やんか、焦げるやんか。もうどっちかにして。どっち？でもこっちしいな。もう出汁の素入れるよ。あ、入れすぎたかも。で、ごま油取るから取りて、そこ。よいしょ。どいてもほんまに嫌やって、作りたいっていうの簡単に出すか、時間ないのにさ。